本ちゃん、おはようございます。と言ってももう11時半です。今日は朝、まず散歩をして、そこからその帰りに病院に行って、病院の今予約というか、何時ぐらいに、来ればいいですかっていうのを聞いて、それがだいたい8時15分、それから9時半に来てくださいということだったので、一度帰ってお風呂に入り、9時半に行った後、病院で診察が10時ちょっと過ぎたかなというところですが、そこからまた散歩に出ました。ピクミンの言う通りに歩き回っております。1万2000歩ほど歩きましたよ。そして、今11時半に帰宅です。ポンちゃん、頑張ってます。病院では体重減りましたねって言われて、褒められました。散歩してますって言ったら、なるほどということでした。ジャン君も今健康になってきていますが、トイレ大丈夫ですか？みんなで健康を維持しましょう。ピクミンのおかげです。ただし、通信料はちょっと怖いです。ちゃんと毎月いくらになってるのか確認します。えらい、砂かけてえらいね。はい、エローございました。時は経ち、今夜12時を回りました。さっき撮ったやつは朝ですよ。なんと日中一回もジャン君を撮っていないようですね。 ジャン君、おはようとお休みの動画になっちゃいました。今日はね、そういえばショートも撮ってないや。というのもですね、実はちょっと仕事が始まってしまったので、集中力がそっちに向いています。と、ピクミンね。ピクミンはどうしてもやらないといけないので、ちょっと配分をよく考えますね。ジャン君もちゃんと取れるようにね。お、いい感じだ。